そんなに強くないですけどね、まあ、ちなみにこれよく見といてねシリーズねよく見といてくださいねシリーズなんですけれども、はい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 まあ今んとこ全部有効、はい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 今んとこ全部有効回ですけれども、さあ行きまして、ペリ来まして、あーテンポイあーズバズバ引いてるズバズバ引いてんのよもうそれもそんなね、そんな引くんやったらね、役満簡単なんですけどね、うん。さあこれはね、まちなみにイーソーは山に2枚いますけどね、うん、イーソー山に2枚いるんですかと。まあでもトイメンはね、想像やってるから出ないとして、でもまあ神茶からも出ないですからね。さあ感じまして、さあリンシャンではない、はいあリンシャン、あー出るなぜか出ました、はいいやーなんかね、ズバズバと引いてるおかしいですよねまあ国士かなーって感じのね手ですね。あーこっからはもう国士か、まあ、まあ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 って感じですね。まあ、まあ国士かなまあスワンコとかも一応ありますけど、まあ追走とかもね、まあツモが伸びれば、ツモが伸びればまあ追走も一応ギリってところですかね。で、トイメンはまあきついですねまあきついというか、まあ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 、なかなか、ちょっと遠いかなって感じですかね。さあ、そして関しまして、で、神茶は神茶はまあいいですかね、それなりに。リャンシャンってね、結構いい形のね、あれかなってところではありますけど。さあ、こっちがね、結構手腹。あ、一曲線かな、これ。まあ、公式戦ですけどね、なんか一曲線見たらね、手してますね、これね。大体一曲線やるとこうなるんだよね、手ね。さあそしてさポンしましたね。一応シャーバックですかね、トイメンね。トイメンシャーバックの構え、さあどうでしょうか、これあるんでしょうかね。ワンチャンまあシャーか初、あ白はないのか、そう白は枚数ないですね。ワンチャンフォイツ翻弄トイトイとかならね、まあいけるかなといったところですかね。さあだからちょっとまだ遠いですね。さあ9層引きまして、はい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 、なるほどね。9層引きまして、さあもうあれですね、神茶はちょっともう撤退気味ですかね、おそらく。そういう感じで、トイメンがまあまあまあまだ一枚、だこっちがシャー一枚持ってるんでね、こっちがシャー一枚持ってるんでどうでしょうかというと、さあ9層いきまして、テンパイ、いやでもこれ別に役満じゃないですからね、別にこれね役満じゃない。さあ感じまして、さあ感じまして、さあ感じまして、ああどうもあれじゃあこれ三貫通がついているってことはあれこれサキさんかな、あい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 おおあ三冠杖足りましたね、はい玉の間、はいおいしょいあよかったーというわけでねあやっぱりね、あの CM もね挟んどかないとね、まあギリギリ国士かなーって感じですかね、言うても。まあこの時点でようやく九州九敗ですか、この時点でようやくなんでね、まあ一応まあ国士はまあ狙おうかなーってところですよね、とりあえずね。さあペンに来まして、でトイメンもまあポン、さあ本日ですかね、まあそのポンでさあトイメンのポンが入りまして、まあ1枚入りまして、あとさらにさらにポン、さらにポンが入りまして、さらにそのポンが入ったことで、おいしょズバズバ引いてる、ズバズバ引いておりまして、あいつテンポイズバズバ引いてる。さあそして、いやもうこれ13分ね、さあ誰が出るんだと、誰が出るんだ、あトイメン耐えてる、トイメン相当耐えている、あトイメンね、だいぶ耐えまして、神茶の方がね、神茶の方が振ってしまいましたね。すでにね、ちょっと大三元のね、なんか片鱗がね、ありますけれどもね。そうね、まあもう一枚チューン引いたらね、もう一枚チューン引いたら、まあ一応ポンポンでね、ポンポンで、大三元にはなるんですけれども、といったところなんで。追走とかもね、南平引けば追走もありますよと。で、ターチャはね、まあ神茶は想像ですね。はい、神茶想像強い。で、トイメンはスワンコですね。はい、結構強いですね、みんなね。おのおの結構強いんですけれども、といったところで。で、こちらもだいぶ強いですね。はい。こちらも相当強くなってきたんですけれども。いや、トイメンもスワンコシャンですね、これね。トイメンスワンコ、あとこっちも強い。シモちゃんもね、あ、じゃあ、神茶か、神茶もね、ソーズズバズバね、ありまして。まあ、あちらもね、数え役もワンチャンあるかな、といったところで。こちらも結構ね、ありますが。いや、トイメンね、まず、入らないかな。トイメンが一番近いんでね。
睡眠が一番近いので、あとこちらもあれ俺もう第3弦確定してるよさあ3弦ペンいきましたね、これいいじゃんね時田胸胸早い、これはいいじゃんってなりましたねこれで、ペーがないんですね。ペーがもうないので、トンかナンを引くしかないですね。うん。いやね、まあ、トン打たれましたね。はい、できればね、トンとナンが1枚ずつ、1枚ずつ飛んでいまして、なかなかね、で、トイメンもなかなか入らない。で、一緒も、カミちゃんはね、カミちゃんはもうとりあえず掃除でね、一緒にやってさ、チェンパイさあ、トン、ペー待ち、いや、トンペあるじゃん。はい、はい、はい、はい。はい、もうちょっとなんか喋ろうかなと思ったけど、なんもなかった。めちゃめちゃ早かったわ。はい、はい、はい、ということで、はい、トリプルエマー。まあ、至って普通なというかね、まあ、手はまあ、ある程度まとまってて強いかなって感じですけど、そんなにね、めちゃめちゃ強い、まあ、数アンコとかですかね、まあ、うん、あっても数アンコぐらいかなって感じですけどね、こっからなんか爆裂強くなる未来はあんまないかな。で、てか、なんならですけど、なんなら、神茶強いね。なんなら神茶相当強いですけどね。まあ、あれ、ね、リャンマ持ってね、染めるとかもね、ワンチャンありましたし。うん、で、トイメンはまあ、早そうですかね、ちょっと。まあ、ちょっと手が、まあ、まだ整ってはないです。あー、これ E1 入ったことによってね、引き締まりまして。で、下茶は、まあ、って感じ。まあ、ぼちぼちでんなって感じですけどね。まあ、こっちもまあ、トイトイですかね、さすがに。うん。数アンコ的な感じだと思うんですけど、これだからどうやらなんですけど、どうやらなんかドラバクらしいんですよねどうやらドラバクらしいんですけど、いやさすがにねそんな感じではないですけどね。さあとりあえずトイメンが寒露層ですね、はい、寒露層テンパイ取りましてのんで、なので、下茶が、まあ、雀刀を探しているという感じですかね。まあ、これで6級層で雀刀が作れそうかなと、まあ、述べたんかなって感じでね。で、はい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 。いやうん、まあまあまあ、こっちもね、スワンコシャンテンですね。うん。赤しかないけども。スワンコシャンテンなんですけれども、もう全然、まあね、あ、今、ドラ1ですからね。しかもこれ、4枚やから、ペイ抜きないからね。あ、4枚でペイ抜きがない。さ、リーチあれこれ配布間違えたかあれこれさすがに配布間違えた、さすがに間違えたさあ、感じまして。いや、全然乗ってないけどな。全然乗ってない。あと、缶祭りか。缶祭りリーチ、さあ、あちゃもリーチ。さあ、缶ウーワン。缶ウーロース、あ、ロース。いや、ダブロン。ダブロンしますね。はい、んでまあまあ、こっちはピンクね。まあ、金魚の糞つきまして。これは完全に金魚の糞ね。うん。金魚の糞確認からの、はい、裏ドラー裏ドラー